モヒカン族の最後は、ジェームズ・フェニモア・クーパーによる長編歴史小説。初版は1826年1月。ジェームズ・フェニモア・クーパー当時人気のあった通俗小説の一つで、クーパーをアメリカ文学作家として世界的に有名な域まで押し上げた出世作でもある。この作品は、彼の五部作、レザーストッキング物語シリーズの第二作である。第三作は、 道を開く者。この作品の物語の欠陥は発表当初から指摘され、その長大さと聖地でかしこまった文体は、後の読者を引きつけるに至らなかった。しかし、それにもかかわらず、モヒカン族の最後は、現在でもなお、アメリカ文学において、大きなウェイトを占める作品として認められている。カワキャハン物語の共通の主人公であるナティー・バンポーは、ここでは、 ホークアイの名で登場する。フレンチ・インディアン戦争の時代のニューヨーク州を舞台として、イングランド軍の隊長マンローと、その黒人との根結の娘コーラ、白人との娘アリスに、ダンカンヘイワード少尉が登場する。またも非カ族のチンガチグックとその息子アンカスが、彼らの味方である。敵方は、ヒューロン族のマグアを中心として、敵味方に分かれての戦いが描かれている。 後の西部劇に近いものがあり、インディアンの部族については、混乱が見られて明確ではなく、デラウェア族などというのも現れる。現代は、モヒカン族の最後の人という意味で、アンカスのことだが、日本では一貫して、モヒカン族の最後と訳されてきた。主人公の名前アンカスは、17世紀中頃に、インディアンの一部族、モヒガン族を創始した人物の名に由来している。 実在のアンカスは、モヒガン族もヘガンであり、モヒカン族も大きいんではない。アメリカ、クラシックコミックス誌での漫画版。杉浦茂の日本版の表紙はこれを模写した。モノ本作は、複数回にわたって映画化されており、特に1936年のジョージ・ビー・サイツ、監督作品が著名である。1953年出版日本、杉浦茂著、面白漫画文庫。 ありがとうございます。